歩み。どうしたんだお前。半年も一緒にいてこういうこともなかったんだし、いいじゃない、たまには。誰に雇われたんだ。おととい俺が中島社長と一緒にお前の店で飲んでいたこと、登場会のある男が知っていた。あの日店には山笠組系の男たち2人、それにキャストの女、店のボーイが数名いた。だが俺の素性を知る人間はあそこにはいない。お前なんだろう。俺の情報を登場会に流していたのは。待って、今から会ってほしい人がいます。桐生一馬さん。お連れしました。あんたは山笠組のまだらめ。昨晩は世話になりましたな。うちの八幡とやり合ったんでしょう。無事だったのか。防弾チョッキの類を着てましてね、おかげで命拾いしました。実はある人に警告されていたんです。登場会の人間と会うときは用心するようにと。警告された？そうです。その人は私に言った。もし自分が消えた後、登場会の中にまだらめさんに近づく人間がいたら、その人間が組織の裏切り者の一人だと。自分が消えた？まさか。そう、私に警告したのは他でもない、あの道島大吾さんです。これでよろしかったのかな、堂島会長。ええ、お車を手配いただきありがとうございます。まだらめ組長、ホテルでの会合をキャンセルし、車での面会を申し入れてほしいと直接あなたから連絡を受けたときは正直驚きました。何か不都合でもあったのかな。大変申し上げにくい話なのですが、我々のどちらか、もしくは両方の命が狙われる可能性がありましたので。おお、それは穏やかな話じゃないですな。今日の会合、長洲グランドホテルでの会合は全て登場会のセッティングで動いていました。ですがどうも様子がおかしかった。おかしい？どこが？本来杯交渉などの際、場所は人目につかない郊外の窓の小さい部屋を用意するものです。隣接するビルからの狙撃や敵の来襲に備えるのは当然ですから。
だがあのホテルは長洲街の一等地、それも大きな窓がついたスイートルームが面会場所としてセッティングされていた。まるで打ってくださいと言わんばかりのロケーションです。それにあのホテル、構造が複雑すぎる。あれでは警備を固めようにも必ず穴ができてしまう。万が一警察や他の組織に踏み込まれた時、侵入経路がありすぎて対処しきれません。あの会合、極道のしきたりをよく知る人間から見ればことごとくセオリーに反したセッティングがされていた。まるであらかじめ誰かを殺すように仕組まれたような。つまりあなたは身内の何者かが組織を裏切ろうとしていると、そう言いたいのかな。はい。今回の杯の件、反目する組員がいたのも事実ですから。なるほど。マダラメ組長、一つお願いがあります。車を降りてからも口裏は合わせていただきたい。それと、私がこの後消えることをお許しいただきたい。消える？堂島会長は拉致されたのではない、自ら行方をくらましたのです。福岡から脱出するために。どうしてそんなこと。自らの命が狙われている以上、他に策がなかったのでしょう。私との面会直後、行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思う。その隙に堂島会長は福岡を抜け出したんです。じゃあ大吾は東京に。いえ、東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってました。そのためにしばらくの間姿を消すと。確かめなければならないこと、裏切り者のことか。あの日の様子からして青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということは、つまり真の裏切り者は別にいると。お、大丈夫ですか？ああ、うん、キリュウさん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を東上会に流していたのは他でもない私です。あんたが。堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が。堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにと、わざわざ福岡まで私を訪ね頭を下げたのです。そんなことが。関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる、これがどれほどのことかあなたならわかるはずだ。以来私は堂島会長と通じ、前にから得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は。親子です。真由美は私の実の娘です。あんたの娘。キリュウさんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから
私は実の娘である真由美にあなたを守るという役を託したのです。だがもし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ。あなたに惚れてしまうからです。私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。桐生さん、これを。これは山笠組の解散宣言です。これをあなたの手で警察に出していただけませんか。なぜ解散を。育ちすぎた子供たちをこれ以上小さな城で養うには無理がある。山笠組は本来小さな家です。だが私は子供たちを受け入れすぎた。東条会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは可愛い子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん、解散すればもう我々は極道じゃない。島を明け渡せば東条会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです。身を引く覚悟があんなら直接あんたの口から子分に説明してやるのが義理なんじゃないのか。九州の男ってのは頭に血が昇ったら最後、この状況で東条会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃない。ならいっそ法の力で収めてもらうのが一番の策。解散すれば組は実質警察の管理下になる。東条会や近江も迂闊に手出しはできません。でもどうして俺が。本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだ。だが今はこの体、東条会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、あの八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。まあ不幸中の幸いとでも言うんですかな。こうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった。勝手なお願いをしているということは分かっています。ですがこの老いぼれの願い、どうか叶えてやってもらえませんでしょうか。桐生さん、私があなたを騙していたことは一生かけても償います。ですからどうか父の頼み引き受けてもらえませんか。真由美、俺はお前が思っているほどできた人間じゃない。え？俺もお前の親父も
あの青山ってのも根っこは同じ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも、皆同じってわけじゃない。俺はできた人間じゃないが、男の頼みを聞けないほど腐っちゃいない。キリュウさん、これは俺が預からせてもらう。え、ですが。腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない。本気で俺に任せるというなら、何も聞かずに預けてくれ。キリュウさん、結局俺は一人じゃなかった。一人になることなんかできなかった。理由はどうあれ、弱り切っていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと感謝している。絶対に青山の好きにはさせない。それだけは約束する。それじゃ。すまんかったわい、真由美。今すぐあの男ば追いかけてもよかとばい。お前が狙撃したかとやったら、私は全てを受け入れるつもりやけん。真由美、それ以上言わないで。どうにかなっちゃいそうだから、お願い、お父さん。サルモンは追わん。
ビビったか。
Yeah.
さあ、昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうがボケが。なんか用があるとや。これは？マダラメから預かった。山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど。親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き俺に預けた。はあ、そうね。どうした、破り捨てないのか。俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん、山笠組がどげんなろうがそげんことはどうでもよか。親父の仇ば打つ、今の俺らにはそれしかなか。仇なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとは、あの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の切り場通すだけばい。そうか。あんた何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって。長洲に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ、ナンバーわけんわからん言葉言いようとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ、どういうことや。一発だ、一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。あれ
すんな。これは俺とこのおっさんとの勝負だ。怠慢に口ば挟むんやなか。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう、ソゲンコツ。待って、こんままやったら登場界の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山ばやらない。いかんとや、絶対に。さっきも言っただろう、山笠組は解散させない。待って、それじゃ俺が潰す。福岡にいる登場界の人間全員をな。なんてか。会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと。生きてたのか、あの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、登場会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと。どういうことだ。やけん戦争ばしちゃって言うとって。貴様に近っぽ親父の怒り返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多ロフト27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。登場会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。ほんにこれでよかったとですか、桐生さん。ああ、ちょうできた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて、明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。わかっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけど、まさかあんたがあの登場会の四代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。まだらめ組長は守ってくれたんだ、俺も。そして大吾のことも。
うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげんいいじゃ、極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏口ばっかだい。まあな、俺はまだらめっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうたい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか？約束の時間になったら埠頭へ行く。現地でお茶を。会社は辞める？ええ、これ以上迷惑はかけられません。どげんしたと？社長はご存知ですよね、俺が偽名を使っていること。うん、俺はかつて東城会という組織に所属していた極道でした。その後足を洗い沖縄に渡って養護施設を経営していました。それから訳あって福岡に流れ着いてここのお世話になることになりました。しかし今この福岡の地で東城会と山笠組の間で戦争が行われようとしています。なんてや。俺はその戦争を何としても止める必要があるんです。鈴木さん、どんな結果になろうとも俺がこの会社の人間であることが割れてしまえばご迷惑をかけることになるでしょう。ですからその前に会社を辞めようと。そげんことやったか。勝手を言って申し訳ございません。許さんね。俺はそげんこと許可できん。ですが社長。だってくさ、鈴木さんは自分の行動で会社に迷惑がかかると思うとけん退職するつもりなんやろ。そうです。やけんそれが思い違いたい。会社ば辞める必要なんてなか。鈴木さんはうちの社員ばい。俺はうちの社員には正々堂々自分がやるべきやと思った言葉やってもらいたか。社長、あんたがただもんやないっちゅうことはずっと前から感づいとったよ。やけんね、俺はこげん日が来るんじゃなかかとずっと思うとったばい。俺だって経営者の端くればい。納得いかん理由で社員ば簡単に切るとか絶対にやらんけん。細かかことは聞かん。何があっても戻ってき、うちの社員として絶対に。よかね、中島さん。さあ、そうと決まったら大事な仕事に取り掛かる前にやり残した言葉済ませとかんと。はい。それからその戦争を止めに行くときは会社の車ば使うてよかけん。俺に声ばかけて。ありがとうございます社長。よかよか。やり残したことがあったら今のうちに済ませとき。それとももう埠頭に行くとね。はい。鈴木さん気をつけて無事に帰ってくるとよ。はい、ありがとうございます。
おう、青山のクソったれはどこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか、兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人。さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは。この喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っているか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。斑目は殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりなら、あんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今、まだらめに死んでもらっては都合が悪い。道島会長の行方が分かるまではね。なんだと。まだらめは道島会長とつながっている。道島会長をおびき出すには格好の素材ですか。お前、まだらめを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く道島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら、組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒した。それは仇とヤクザのただの喧嘩。組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん。八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。
バッテン。言っただろう、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら、山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。Yeah!
喧嘩はここまでだ。兄弟、何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいって言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた？
それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ、お兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの。兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大公。お前は。森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前。動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだ。お前最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く射程を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に打たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。マダラメ組長同様、万一のための装備はできていました。はなから青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答えろ森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛い奴でした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永。貴様。来るなって言っただろうが。来るな来るな。
あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ、桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろ。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に1000個あげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのにおめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだがおかしな話だな。俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。やつとそんなに仲がいいのか。バカ言え、長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前。今朝犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東条会の大門がついていたそうだ。お前本当にこのままでいいのか。この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東条会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外あんたの指図は受けない。俺の行く道は
俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。じゃあ。繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東条会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東条会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た道警察は、警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。すまない。